おはようございます、久野です。今日は、昨日リスナーさんからセブンイレブンのカレーパンが美味しいと聞いたので早速買ってきました。でカレーパン2つ買ってきました。で1つは普通に食べて、でもう1つはネットで検索したらセブンイレブンのカレーパンの最も美味しい食べ方っていうのを見つけたので、こっちはちょっとアレンジして食べたいと思います。それではちょっと見てみたいと思います。カレーパン、見た感じ普通のカレーパンって感じですね。ちょっと温めていきたいと思います。トースターで2分ほど温めてみました。じゃあ、食べてみたいと思います。中身はこんな感じです。すごいカレーのすごいいい匂いがします。パンなので牛乳と一緒に食べたいと思います。それではいただきます。普通のよくあるなんかビニール袋に入ってなんか食パンのコーナーに売ってるようなカレーパンと違って、このパンの部分がすごくもちもちしてて美味しいです。もうちょっといただきます。はい、半分食べました。この外側の部分が本当サクサクしてて食感がいいです。で、このパンの部分はもちもちしてて、具の方はどうなんですか？味のちょっと薄めのカレーな感じですね。はい、美味しいです。牛肉たっぷり特製カレーパンという商品なんですけども、あんまり牛肉を食べている感じはしないです。もうちょっと食べてみます。やっぱ牛肉っていう感じはしないですね、あんまり。この衣の部分とこれパンの部分が美味しいです。すごくサクサクしてて、パンの部分はもちもちしてて歯ごたえがあって本当美味しいです。はい、一つ食べ終わりました。本当になんか普通のカレーパンと比べたら本当に美味しかったです。でもう一個の方はアレンジした食べ方で食べてみたいと思います。ネットで見つけたセブンイレブンのカレーパンのアレンジの仕方なんですけども、このカレーパンを上の部分だけくり抜いて、で中にチーズを入れて、で加熱して食べるっていう料理です。本当に美味しそうに見えたので実際にやってみたいと思います。まあ、最初の難関なんですけども、くり抜くっていうのがうまくできるかわからないんですけど、ちょっと頑張ってくり抜いていきたいと思います。くり抜けはしましたけど、ちょっと汚いですけど、くり抜くことはできました。はい、ネットのレシピではベビーチーズを使ってたんですけども、とろけるチーズがあったのでこれを使いたいと思います。あんまり入らないですね。あんま入らないです。限界まで。はい、とろけるチーズが入りました。
で、まずこれを電子レンジで 1,2 分加熱します。で、1,2 分加熱していきます。レンジでやったらいい具合にチーズが溶けたので、今度これをトースターで2分さらに加熱したいと思います。出来上がりました。いい感じに焦げ目がついて美味しそうに焼けたんじゃないかと思います。では実際に食べてみたいと思います。ちょっとチーズがへこんじゃいましたけど、いただきます。食べてみたいと思います。うん、まあ、カレーパンにチーズってあんまり効かないですけど、まあそこそこ合う感じですかね。うん、そうですね、美味しいです。美味しいです。もうちょっとチーズを入れた方がうまくできたかもしれない。うん、ちょっともうちょっと穴を大きくしてチーズを入れた方が良かったかもしれないです。チーズの味があんまりしないです、これ。それかもうこの辺もにまぶしちゃうとか、うん、ちょっとチーズの量が少なかったかもしれないです。でも美味しいには美味しいです。まあ元が美味しいんで、はい。もう何よりレンジで温めて、さらにトースターで温めるとなんか出来立てみたいで本当に美味しくなります。そっちの方が結構驚きですね。レンジで中身が温かくなって、トースターで外側がカリカリになって、ちょっと手間ですけど、それをやる、そっちでかなり美味しくなったような気がします。はい、はい、ごちそうさまでした。チーズを加えたんですけど、量が少なすぎてあんまりチーズの食べてる感じがしなかったんで、もうちょっとチーズを入れたら美味しかったかもしれなかったです。カレー好きなんでカレーパンもよく食べるんですけども、コンビニで売られてるようななんかビニールに入っているカレーパンとは違ってしっかり作られているカレーパンだと思いました。で、1個138円でそんなに高くもないので気軽に買えると思います。で、2個食べたんですけども、すごくお腹いっぱいで量も結構あると思いました。はい、それでは今日は、リスナーさんに教えてもらったカレーパンを食べてみたっていうのと、あとネットでそのカレーパンのアレンジしたレシピがあったのでそれを作って食べてみました。それではご視聴ありがとうございました。